皆さんおはようございます。声優の梶幸です。今から飛行機に乗り込みましてヒューストンに向かいたいと思います。2022年のアナザースカイ以来の海外ということで、ヒューストン東京 X2023 というイベントに出演させていただく、国際線というのも久しぶりなんで、まずはフライトを楽しんでいきたいと思います。注文したんですけど、あっという間に出てきて、じゃあ、ポテトです。ジョニビー君っていうわけではないので、いただきます。こんなに揚げたてで美味しいポテトを食べたのは久しぶりっていうぐらい、すっごく美味しいです。すっごく美味しいです。胸食べちゃう。で、僕はあとこのバーガーとみんなでシェアする。わ、見えますか、すごい量のチキン。沼には3人しかいないんですけど、美味しくいただきたいと思います。というわけで、ここ NRG センターで間もなくあと1時間後ぐらいですかね、イベントがついに始まります。東京 X2023、 今回初めてのイベントなんですけれども、今日1日でなんと1万4000人の方がご来場くださっているそうです。ステージはどのくらい盛り上がっているんでしょうか、ね、楽しみです。初めてのヒューストン、初めてのイベント、皆さんに会えるのを楽しみにしています。ただもうツイッターで伝えましたが、ホテルで仮眠を取るはずが横のプールで爆音のパーティーが始まりました。一睡もしておりませんので、どうなることか。では行ってみます。よろしくお願いします。ありがとう。僕はこのヒューストンに訪れるのは初めて、皆さんのこういったすごい熱い歓迎を受けて今とても最高に嬉しいです。ヒューストン素敵なところです。ヒューストンのワンカップステディーに行きたいと思います。
僕は子供の頃から夢を持つのが好きで、夢のために頑張るのが好きな少年でした。いろんなことに夢中になって、でも一つにその夢を絞りきれずにいました。でも中学生の時に声優の大先輩のお言葉で、声優っていう職業は何を頑張っても全部自分の力になる仕事だよっていう言葉を聞いて、自分にぴったりなんじゃないのかなって気づきました。声優っていう仕事が大好きですし、自信を持ってやらないとプロである以上ダメだと思うんですけど、才能があるというふうにはなかなか思ったことはないですね。アフレコをして、その時に自分がどういう声を使ってどういうお芝居をしたかっていうのは、もちろん主観的な自覚はあるんですけど、客観的に聞く機会っていうのは放送を見るしかないので、そこで自分がどういうふうに表現していたのかを感じて、次のお芝居作品に生かそうと思ってますね。僕のヒーローの個性ですね、もう一つ挙げるとしたら何か。羨ましい個性はいっぱいありますけど、僕はね、轟翔子を演じてますし、反霊反面はすごく使ってみたい気持ちはありますけど、でも一番は自分のその体のパーツを取り外して、交換できたりクリーニングできたらいいなと思います。日本では花粉症っていうのがすごく大きな問題としてあるので、鼻を掃除したり、喉をもっといい声出る喉に変えたりしたいです。まずは翔子、僕の声はどうですかって聞きたい。一緒にいて楽しそうなのは雷かな。爆豪はちょっと怖いですけど、でも本当はいいやつなんで、ちょっと遠くから眺めてたい。なりたいキャラクターは、孫悟空。いや、もうみんな大好き、僕みんな大好き、宇宙一のヒーロー、強くて優しい悟空になってみたい。カミハメハ一回打ってみたいですよね。ビグルが一撃カミハメハ、ジャスワン。数々のキャラクターを演じるにあたり、共通した何かキャラクターたちもあるのでしょう。そうですね、基本的に日本の声優はオーディションで、自分の役っていうのは決まる、つかみ取る感じなので、選んでいただけたっていうことは何かしら近い部分があるのかなと思いますし、演じる上で自分と似てるところはどこかなっていうのを探して役作りをしていきます。今まで共演した声優さんと印象のある人はどなたですかと、という質問ですね。もう言い過ぎてね、全員名前言っちゃうぐらいですけど、でも新人の頃からお世話になってる友達みたいな先輩で、下野さんだったり、あとは最近共演も多いですし、いろんな場所で、今一緒に戦う戦友みたいな宮野さん、あと何もね、森久保さんとか寺島君とかいっぱいいっぱいいるんですけど、本当に全員言うことになるんで、この辺で。人力の巨人でのお気に入りのシーンというか、一番好印象に残ったシーンを教えていただけますか。もうね、everything 全部ですけど、本当にいっぱいあって、だけど戦えっていうセリフがすごく印象的で、序盤とそしてファイナルシーズンに出てくるんですけど、特に最初の、巨人になって穴を塞ぐ戦えっていう叫びは、自分の心もすごく熱くなる大好きなシーンでした。だからこそファイナルシーズンで鏡の前で一人で戦えとつぶやいているエレンの姿っていうのは、すごく心が痛くなるものがありました。伊佐山先生の
漫画表現というのはすごいな、面白いなと感じたところでもあります。皆さんと一緒に写真を思い出に撮って、それを SNS にアップしたいんですけど、OK ですか？じゃあ、皆さん、いい顔してくださいね。今日は本当皆さんに会えて、とても嬉しいです。この思い出を大事にアフレコをこれからも頑張りますので、皆さんもね、今日この日の思い出を目に日々元気に楽しく生きていってください。応援してます。はい、 Thank you so much。ありがとう、ありがとう。というわけで皆さん、イベントの模様いかがでしたでしょうか。まあ今実はですね、一夜明けまして、こちらのヒューストン時間ではですけども、ようやく眠ることができまして、翌朝でございます。朝7時半ぐらいかな。はい、いやー楽しかったですね。とても多くの皆さんが世界中からヒューストンに集まって、楽しんでくださっていた様子が本当に嬉しかったです。うん、舞台上でも言いましたけど、僕もたくさんのエネルギーをもらいましたし、昨日を糧にこれからやっていけそうだなと改めて感じました。皆さんにとってもそうであったら嬉しいです。はい、ね、そしてちょうどこのインナーカラーを入れたタイミングで海外でのイベントということで、ね、ヘアメイクさんもいつもと違ってどういう感じになるかなと思ったんですけど、今もう色が落ちまくって今こんな感じになってるんです。はい、めくると結構金な感じですね。うん、そう、かぶせると分かんないぐらいの感じなんですけど、なぜか急に髪色公開でございました。わー、というわけで、無事にヒューストン、素敵なイベントとして、終えることができました。またいつか訪れて、皆さんと再会したいなと思いますし、これからもね、世界中いろんなところで、まだ見ぬ皆さんと共に時間を過ごせたら嬉しいなと思っております。引き続き応援よろしくお願いいたします。梶幸でした。バイバイ。